というわけで、ここから2セット目です。インドさんのプラスアールの感想を聞きたい。新作の感想っぽい。感想、ロケでの感想。感想、難しい。ベノムの感想だった。怖い。あのビタハンで跳ねてるわ。え？ビタハンってちょっと。あれはバグやろ、直れろ。ちょっと見た目がバグ。直れろ。しかもマイク8回出てさ、8回かな、7回か8回出てさ、ダメージ143って感じじゃねえか。別に減ってへんねんか。意味ないっすけど。ちょっと見た目も弱いしね。でもマイキーって結構なんか、多分俺に比べたら発生多分遅くなって、あ、そうだね、うん、硬直も多分出てるだそうです。え、あれでガトリング出んのかなと。出ない。あ、出ない。落とすだけ。 S は出る。あ、 S は出るか。マイキーとかマイハイとか出ない。なるほどね。マイハイ出たやばいな。なんかやる。なんかあるかな。浜さんあるかも。やってる。今ブレブレ少年部屋行こうね。少年部屋ビビさしてみる。少年部屋行こう。少年部屋あったらね。少年部屋なかったね。キングのお部屋行こうか。うわぁ、ひすっぺった。何やあっちの棚。締めが最初だっけ。もう締めときな。うん、当たるよ。来場者が124人になってる。まあベロみたいなキャラには落とせる、しっかり落とせる技があるっていうのは結構大事だと思うけど、 AC のとかはやっぱ落ちづらい技とかあったみたいです。でも AC の方が強いよね。 AC の方が強いリターンもあ、まあリターンはね。落としに抜けるリターンある必要だった。はいはい。アオリオのマイキーとかあったらさ、一生ブーメラン警戒したためで怒んないやん。おぉ、飽きるっしょ。マイキー落とした、あ、ブーメラン食い込んで、マイキー落としたブーメラン食い込んでみたいな。アホらしい。なんとなくあなたの復活、エノは喜んでんやん、思ってた。全然喜んでない。俺はアオリオ嫌いし。ほら、あれだね。じゃあ、やるな。しゃー。お、選手は、ルー君と。つい。ちなみに、本数は11?11。それだけ書いておかな。今2セット目のやばい、なんか安定してキンドゥゴを使いこなすやつが現れてる。どうしたらよ。どうせ、ね、ネットでなんか変換ボタン押してるやろ。分かってるよ、こんなんじゃ俺の魂には伝わらへんわ。あの NSB 覇者の無理心中陣と答えてみる。そう、今箱つけたらあの NSB 覇者の無理心中さんと対戦できるブレブルでチャンス。ブレブルで箱でっぽい。何それ。
れ、わかるわかる。あ、紫。紫、紫、紫。どう？一回投げ抜けしたら、これぐらいできる。あれ、あれ、何か知らんけど、30か。ほんとしてる。いやぁ。さっきのこれなんかバグってこう、全部投げ抜けてくるんだよ。あれでいいじゃん。バグって、バグって投げ抜けてる。暴れ通ししやがった。はい、松田さんらしいな。そうやな、押されてる。スタイリッシュ、ランク的なキャラ。闇に染まってそうな感じのキャラ。まさかの最近1万円ゼロ使うって言い出して、ライコーループのまっちゃんとか自分で言ってるからね。自分で言って今度呼んであげるわ、ライコーループのまっちゃん。やばい、NSB 覇者の森真珠さんが熱帯の相手がいなくて投げてる。あれ一個しかねえやろ。あんなぁ、なんであんなに変だっけ。まあ、出たけど、何もこんから検索しに行ったら結局こいつ、こしかない。完全に読んでるよ。 NSB 覇者にしたいんじゃん。あ、すみません、 NSB 覇者。やばいやばいやばい、黒い。やめやめやめ。こっち来る。やめやめやめ。何かを引き逃げした。逃げれてない。逃げれてないな。22。おしげさん、早期弾使えるからさ。どんな弾使ってんの。人がおらんねん。人がおらんねんやったらすごいねん。ランク前やろ、ランク前やろ、ランク前やろ。誰や、めちゃめちゃ強い。うちの人生はさ、松浦さん、あ、でもど、え、どんかだね。ここでちょっとやってよ。いや、俺はやってないよ。せやな、なんかジンってどんこのイメージがあるからさ。ジン山本やな。ジン山本と、ジン山本とジン中川がいるから。女子がいるから。今も買っとった。うーわー、まだ半分でしょ。あそこから見たら死ぬで、普通に。誰もいい。ファースト使わせた。このゲームやってるやついんないわ。
ブレブル終わってる。無心中が俺お人落ちるか。え、無理心何使ってんの。ジン。あ、無理心。あ、そうか、表示がラムレなんてだけか。ジンのやつがラムレジン。うわぁ、あぁ、おっと、抜かされた。あぁ、今のマジで勝った。クライミングしよう。はっ、あんな、うまい、気持ち変な、よよ、やっば、あんねー、くっそ、もしかして、関係ない、え、うまい、なんかうまいし。ベンガって、まあね、クラッだけど、まだ相手レベルが、おいおい、どうも、まあ、あれやな、俺よりブレブル慣れてる俺と同じぐらいの強さ。おう、さっき何をできるとか、ブレブルやってはいけなかったかな。わかんない、やろうっていう考えに至るの。落ちてきた。落ちてない、もう早期なんすかい。ジャンプしてない。大森シーンは昇竜が良かっただけなんか。あ、いいの。あ、ほら、下にやばいっすよ。いいよ。バーンが来るから、バーンが来るタイプ。バーンが来るタイプ。ガードいいよ。フライチ、フライチ。ガードか。俺が。え、ガードだから、そうだね。フライチなのよ、君は。だから、ちゃんと立ち見、立ち見が渡るところに持ってって。うわぁ。そうか、今の。おぉ、熱い。ポルトしてくれてたから。ジンが B を押して、ガードが A を押したら、対空。こする、アートメイク。いいね、受けられた。最強。おっと、おぉ、まなくて、うん、シムソ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 、ダッシュでない、ダッシュ、シムソ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 、マジこれやったやん、からの、やったやん、からの、相手めっちゃ早くランになりたい。たまたまやったー、ええアドバイスするやん。やったまったずっとこれからのはやって普通に反撃できんよ。そうやねん、引かれへんからさ。D は引かれるからさ。 C って嘘じゃんか、あれで C の保証ないからな。 A かもね、B かもね、いいキュッツやろ。あ、やばい、チンチンやろ、キューターか、チンチンやろ、キューターか、こいつ、そんな感じやりたい。手やねん、俺が手やねん。でもバンナックルしとったら、バンナックルダイクしといて怒られても、バックスダイクが、バックスデーガリンフォーピーだ、フォーピー、上りジャンプシーンなんかやりどうすハージージャンプコイのでなんかシーン押してたジャンプ、ジャンプシーンガードしてんの。繋がってない。この2になったら俺のラグだよ。サオンだ、サオンだ。
ちょうど。いや、バーストしたから。あ、これ。あ、そうか、そうか。どっちでしょう。死んでた。死んでた。どっちでしょう。無駄にそういうこと。四三。まだまだ。当たってみます。投げとんねんが。あと半取れへんの。投げた。しかし拮抗するな。なかったら今。ここで久々の出しちゃったのに。それ強い。おお。アンフレアをだ。ガード。そういう感じの悪い遊びやめてな、ほんま。じゃあ、対戦したくないからもう。対戦中なんかしたらあれけどさ、対戦したくないからもう。何か生まないんだよ。本物練習。拒否するのどう？正解。よっしゃ。拒否するのどう？100じゃん。それやってそいつしかおらんかったらもうやんじゃないなと思う。こんなやつがおらんかったらもうしばらくはいるよ。興味やばいよ。もう後持ってたら拒否でそうなると大変そうで。だから俺の拒否でそういうやめろって思う。分かったよ。待ってやったらよっつって。いやー、
たね。ありがとうございました。想像してたんじゃない。みたいな。できない浜さんなの。なんか53とか言ってて54らしい。あれ俺足す方間違えた。違う。レベル73。はい、すいません。あ、そもそも書いてない？知らん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 。わかんねえけど。ってことやね。わからんけど。わからんけど。ちょっと俺のタグで感じ悪い遊びしようとしておるからさ。しないしない。めっちゃこんなもんやから。全然見えないから。もっと素晴らしい。いや、それやるんやったら自分のタグ持ってきてやって。いや、だから悪いことしてないから。何も悪いことしてない。いや、俺のタグでしたくないことをするなら持ってきてってこと。おいやばい、もしかしてこれ解除されるんすか俺。最近噂の。投げ暴れしてんけど。マジ投げしたら。分からん。マジ投げしたら前系前系の絶妙な投げ前以外の。ある。怖い。セルソナミスがカラーなんだ。なんか解除あーゲッツやったな。どうせやねんな。ノアルバイトの最近ナオトのあの中はハード武装みたいな。え、それは知ってるけどこっちでもあんの。あ、仕組み知らん。言ったら一緒やね。一緒一緒。いや、あっちも知らん。だからノアだってなんかワンコンボの間で、うん、確か10個までしか覚えれんくて、うん、1個のコンボでさ、うん、10個までしか覚えれんくて、うん、11個目のノアだを使ったら、うん、もうその11個目がもうノアだって認識されへんらしい。それって、あ、補正が切れるってこと？ドア補正がなくなるってこと？使えへんけど、ドアなんて補正がなくなるってこと？で、ペルソナができるのは、なんで、そで、ブレイブルできるキャラ結構いいねんけど、その実践的なのがノエルって、だからあの、踊りあるやん、あれ全部の技やん、はい、ノエル。あ、そうなの？踊り系ってか、もう見たことある技全部の技やん、ノエル。そのせいでなんか、いけるなしよ。マジでさ、動画みたいな、しっかりと、もう全然見えへんから、マジで。でもそうやって今までコンボでもなんか青もったり減ってるけど何やろみたいななってなかったブレイブルいやだから多分なってなかったブレイブルのさあの計算でさコンボできるまでそのせいで多分だからつながりそうもないコンボそもそも試そうとしてああそういうことなるほど分からんけどさ全然ありえない話やつながってるその動画勝手に消しとってあナチュラルナチュラルちょっと見ただけはいはいガンダムに繋がるはずないけど、鍵が繋がってる。あ、気づいてる人いたけど、理論が解明されてなかった。繋がるようになってんねやぐらい。理由とか分からない。抜き返したよ。見てください、ブリジット側の数字。お？3人。お？見ません。え、なんで？見たとしても気のせいです。あれかジャンプレースもなんかダメージ上がってキャンペーン。ビリ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 バレてた。シャガパンじゃ、立つパンじゃ無理やからな。
うわわ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 わログログ。くっそ、今の分けるか。勝負のシャガパン、足払いあたりよかガードやね。橋どうした悔しい無理じっぱいピン頼るからグッグッ76グッよくまだ1個さや落ち着け仕掛けタイプや73倍76硬直さすとんねんめっちゃめちゃむずいのにあれあれむずいな学生して学生するけんじゃあブリジットの演奏はほんまに難しいもんめっちゃむずいサラミ演奏は簡単やけど演奏はほんまに難しいこいつ勝ってるからって出ないよ。あ、だめよ。おお。ちょっ。怒ってしまう。おお。おお。運が良かったよ、またな。
プルだよ。しすぎだ。あ、キュービーはしないと。やっとだ。キュービー取れへんあれ。あの、あのタイミングボタンで取ったと。超いっせえ。でね、シードを切る。かなりやん。なに？あんなピーハイ誰が受け取る？あれマジやんぜ。やめるなじゃって。どうせ取れへんやろ。え感じのピーハイ。押し入れがマッチポイント。投げ前だから負けすんの。先生がいっぱいいるぞ。なんかやばい、惜しいマッチポイント。富士山のかかった一本が。あ、いけると思ったな。富士山行き、お疲れ様です。あれへこんでる。